逆に。で、これがそのうちの YK とかさ、はい、一番いいお酒、吟醸酒なんかが作られたタンクです。はい、見た目よりも中のタンクっていうのは二重構造になってるんで、はい、外にね、お水が、冷水がこう入ってる、そうすると温度管理ができて、はい、お酒の発酵をですね、ゆっくりするっていう、よく見ると上に穴開いてるでしょ、はい、落とす、だから重いものを持ってこうこの階段上がるってことはないんで、うん、全部エレベーターで上げて入国して、はい、そういう設置ですね。で、この上ではそのお米を炊いたりしたりっていう、そうそうそう、キッチンの蒸すね、蒸す、はい、洗ったり蒸したり、それで絞っていって、はい、お酒の一回その小さいもっとタンクでさ、酵母を増やすとか、はい、それを絞っていく、それが全部この上で作業します。だから天井が高い、まあ、これ高いのはまあ軽いですよ、ね、はい、棒がこう入ったりする、そのまたこのビルもこれと同じぐらい天井高いんです、はい、それは蒸したりする、